こんな感じになります。はい、おろしハンバーグ美味しそうですよね。ウイセス、皆さんこんにちは。三つ星ワールドレコーダー鋼でございます。本日も YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。本日も、筋肉食堂さんの宅配デリーご紹介させていただきたいと思います。というのも今ちょうどですね、正午お昼頃なのでちょうどお腹空いたので、筋肉食堂さんの宅配デリー食べていきたいと思います。本日食べるものは枝豆とひじきの豆腐バーグおろしということで、こちらになります。今は冷凍されているのでこの後チンして温めてから食べていきたいと思います。では早速ですけどもチンしていきたいと思います。はい、チン完了しました。だいたい6分ぐらいで温めることができます。温めるとこんな感じになります。はい、おろしハンバーグ美味しそうですよね。はい、こちらタンパク質 30g ぐらい含まれております。非常にダイエット食品としてはおすすめでございます。お米も玄米で芋入ってますね。でハンバーグが豆腐になってます。肉ではなくてですね。では早速こちら食べていきたいと思います。まずは野菜からですね。いつも通りピーマンから食べて、うん、おいしい。でキャベツで、エンドウ豆で、ヤングコーンも入ってます。私食べるのめちゃくちゃ早いんで、皆さんはゆっくり、噛んで食べるようにしてください。美味しい。ではメインの豆腐ハンバーグですね。こちら2個入ってます。で豆腐ですのでだいぶ、脂質抑えることができておりますね。これを食べます。メインです。ああ、これ美味しいですね。豆腐とは思えないぐらいの弾圧感があります。非常にお肉と言われてもわからないです。これはうん、美味しいです。私も今マラソンに力を入れているので、まあ、減量をちょっと今意識してるんですけども、このメニューは非常に助かります。はい、2個目のハンバーグをいきます。私3口ぐらい食べちゃいました。では芋も食べます。うん、ホクホクしておいしいですね。でお米は玄米ということで血糖値も上がりにくい食材になっております。美味しいです。最後のさつまいも、芋は久しぶりに食べましたね。最後の一口玄米、はい、完食しました。じゃーん。エネルギーは350キロカロリーぐらいですね。もう僕だともうペロンと一瞬に食べちゃいました。何分ぐらいでしょう。多分3分ぐらい全部食べてたかもしれないですね。皆さんはゆっくり噛んで食べるようにしてください。ということで今日は豆腐ハンバーグのご紹介をさせていただきました。前も動画でもお伝えしたんですけども、筋肉食堂さんとは提携させていただいておりまして、初回購入者に関しては限定割引させていただいております。ご興味ある方はですね、概要欄に貼り付けておりますのでクリックしてどんなメニューがあるのかご覧ください。そして私から購入すると、私自身からの特典としてオンライントレーニングとかですね、カウンセリングとか、そちらの方も特典としてプラスアルファで付けててお得になっておりますので、そちらも合わせてご覧いただけると幸いです。ということで本日も美味しい筋肉食堂さんの宅配デリご紹介させていただきました。内容が良かったらいいね、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日は簡単ですが以上になります。ごちそうさまでした。ウイセス。はい、はい、こちらおまけのシーンです。私に350キロカロリーだとちょっとまだ足りないので追加でこちら食べます。ブロッコリー、もやし、わかめ、
そしてこちら鶏のレバーですね、鉄分豊富です。でキムチ、納豆、で卵、チーズをトッピングしてます。まあ、味付けはこのキムチですね、で加えてるような感じで食べていきます。はい、ということでおまけでした。こちらも追加で食べていきます。